NBA サンズセブンティーシクサーズ2023年11月4日ウェルズファーゴセンター NBA サンズの渡辺優太29が現地時間4日日本時間5日の敵地セブンティーシクサーズ戦に第1クォーター9残り6分8秒から6試合連続途中出場前半は今季初の無得点に終わった 1> 第1球残り6分7秒からコートに立った渡邊。しかしこのクォーターで得点を上げられなかった。第2球はスタートから出場。3ポイント、T、シュートを2本放つも不発。残り6分20秒でベンチに下がった。前半は11分48秒出場して、シュート2本死闘も決めきれず。無得点4リバウンドで終えた。 チームは前半45から52と7点ビハインドで折り返した。